イルクーツク国立大学の本館、イルクーツク国立大学の文献学部建物、イルクーツク国立大学のその他の建物、イルクーツク国立大学は、ロシアシベリアのイルクーツクにある1918年に設立された大学で、東シベリア及び極東で最も古い高等教育機関である。大学の学部及び関連機関は、イルクーツク、アンガルスク、 ブラーツクの9つの教育施設に分散している。これらの建物は大部分が歴史的または建築的に大きな価値があるもので18世紀から19世紀に遡る。すべての学部の上級生はロシア科学アカデミーシベリア支部及びにある研究所と科学研究機関で専門コースとインターンシップに参加する。 何十年もの間、イルクーツク大学は7万人を超える高度な専門家、有名な科学者、教師、作家、政治家を輩出してきた。この中にはロシア国家功労賞の受賞者のアレクサンドル・ベロフ、ミハイル・ゲラシモフ、バレンチン・ラス・プーチン、アレクサンドル・バンピロフ、エブゲーニン・チェニキン、マルク・セルゲーフなどがいる。日本からの留学生もよく訪れており、また、 北海道大学では、イルクーツク国立大学及び極東連邦大学において、シベリアとロシア極東部の発展と日本との交流史を学ぶ短期留学プログラムを実施している。ありがとうございます。